太陽と海、そして大地。そこには極上の楽園があなたを待っています。ハーフデイグアム。日本からおよそ3時間半で到着する南国の楽園。自然の姿はそのままに、日々進化するグアムはまだまだ知られざる魅力であふれています。グアム島のおよそ 70% はジャングル。特に南部には生い茂る木々に囲まれた緑あふれる景色が広がっています。ツアーバスに乗り、大自然を感じるハイキングへ。ここはグアムの中心にそびえるアルトム山。山頂にテレビアンテナがあることからチャンネル10と呼ばれ、絶景ポイントとして親しまれています。眼下に広がる太平洋、そしてグアムを覆う大自然を一度に眺めることができる絶好のロケーション。ハイキングの疲れも吹き飛ぶような景色が訪れる人たちを癒します。ハイキングの後、さらに南側にあるジャングルを目指します。ロープウェイに乗り込んで、およそ200メートルの空の旅へ出発。緑の中を流れる川が見えてきました。その先にグアム最大の滝、タロフォフォの滝があります。 It's amazing view。 滝はもう目の前、吊り橋を渡れば到着です。 I hope you're not scared。 幅20メートル、高さ9メートルもある巨大な滝は圧巻です。 You'll be overwhelmed by the size of the waterfall。 グアムの首都ハガニアは、スペイン統治時代の面影が多く残る町。そのそばにチャモロビレッジはあります。夕方を過ぎると、あちこちに露店が並び始め、その様子はまるで縁日。毎週水曜日に開かれるナイトマーケットは入場無料。観光客や地元の人も一緒になって楽しむお祭りです。ここで売られているアイテムはメイドイングアムにこだわったものばかり。グアムならではのお土産探しにもってこいです。ステージでは地元の子どもたちによるチャモロダンスをはじめ、さまざまなショーを見ることができます。 Enjoy Guam's local atmosphere。 会場は香ばしい香りでいっぱい。その正体は焼きたてのバーベキューです。他にも地元の食材を使った屋台が並び、訪れる人たちを楽しませてくれます。フレッシュなココナッツはジュースにしてそのまま飲むことができます。チャモロの定番料理が並ぶ屋台は、自分だけのプレートを楽しむことができます。オーダーは食べたいものを指で刺せば OK。 地元住民との交流もお祭りの醍醐味です。揚げたてのフライドチキンにバーベキューポーク、アチョーテという赤い木の実で色付けされたレッドライスは、古くから保存食とされ、グアムの食卓には欠かせません。大自然をめぐるジャングル体験、活気あふれるお祭りに大興奮の旅、グアムがくれたかけがえのない思い出です。ハッピーデイ！